皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は中学校の歴史、鎌倉幕府の力を弱めた金文相続というタイトルで、昔の日本の相続の形の変化についてお話しします、昔の日本は女子も含めた全ての子供で財産を分割相続していました、特に等しく分けたので金分相続なんていう言い方もします。これが基本だったんですね。鎌倉時代も同じでした、世代ごとに財産土地を分割していきました、例えば、親が土地から1000万円の収入を得ることができた、そういう土地を持っていたとします。その親に子供が5人いたとします。とこの5人がこの1000万円を稼いでくれる土地を均等に分けます。1000万割る5ですから、1人200万円を、収入として得る土地、これを手に入れるんですね。でもその子供にまた子供がいたとします。で同じように5人いたとしますよね。そうするとこの200万円の収入がある土地を5人で分けると、200万割る5、1人40万円しかその土地から収入が得られなくなります。こうやって御家人の暮らしどん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 苦しくなっていきました。でそんなところに元が日本に攻めてきましたね。元寇です。御家人は、幕府将軍から、土地をもらうために、ご恩をもらうために一生懸命戦い、でも武器とか、戦っている時の食料っていうのは幕府が出してくれるわけじゃないんですね。全部自分が調達しなければなりません。ですからお金がかかりますよね。そのお金を何とかするために自分の持っている土地、これを担保に金貸しからお金を借ります、そして何とか元軍を追い出して日本が勝った。でもね、ご恩はもらえなかったんですね。十分な土地がなかった。なぜかというと、このご恩というのは戦って、自分が勝った負けた相手の土地、これを幕府がはいどうぞと言って分けてくれたわけです。でも今回元は海を渡って船で来た、土地はありませんよね。ですから御家人に分ける土地が全然足りなかったわけです。もちろんですから御家人たちは不満を持ちますよね。そこで幕府はね、じゃあ借金帳消しにする法律を出します。これ特性で言いますね。質入れした土地、担保の土地は無料で元の持ち主に返しなさいと、借金は帳消しにしなさいと。一見ね、よかった、御家人喜びそうなんですけど、いや違います、これダメなんですね。なぜかといったら、帰ってきた土地ってもう収入がそんなに得られない狭い土地ですよね。ですから生活は苦しいままなんですね。苦しいまま。ですから苦しいから、やはり金貸しのところにお金を借りに行くんですけれど、特性例で土地、担保の土地を取られちゃった。無料で取り返させられちゃった。これ金貸し。御家人にもう借金させてくれません。お金貸しませんよね。ですから御家人はさらに苦しい生活を強いられることになりました。そして幕府への不満が募って募って、もちろん北条氏の執権の独占した政治、これにも不満が募って鎌倉幕府は滅びていくわけです。そしてこの分割相続良くないということで、室町時代になると相続の形が変わります。どんな形になるかというと、子供の中で後継ぎにふさわしい一人、この一人だけが相続するという形になっていきます。
この一人というのは別に長男でなくてもいいんですね。とにかく親から見て、あ、こいつに相続させたいと、あ、この子に相続させたい、ね、その一人だけが相続すると、代表して相続すると、こういう形になっていきました。庶民の間でも同じような変化があります。農村ね、田んぼを親が持っていますよね。それまで分割相続ですから、子供に分けるとき、どん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 田んぼの広さ狭くなりますよね。で、農業で食べていけなくなっちゃいます。ですから農村でも分割相続から単独相続へという形になるんですね。で、女の人、女子の相続も変化します。どんな風になったかというと、一語分相続、こういう形が出てくるんですね。これ何かというと、相続したもの、生きている間だけはその財産、土地は所有できるけれど、ね、死んじゃった後、ね、後を継いだ僧侶などに財産を返還すると、返さなきゃいけないと、ね、生きている間だけは自分の領地でも、死んだら返すって、こういう形になったんです。これは所領の分散を防ぐためにこういう形ができたわけです。こうなると後継ぎというのはすごい有利ですよね。これ親の財産の大半を譲り受けて、それ以外の子供はわずかな財産で、ね、分家したり、または男の人がいないところに婿入りして養子に入ったり、こういう形になっていきましたね。後継ぎに権力が集中する。ですから誰が後継ぎになるかというのはすごい問題なんですよね。ですから自分が後継ぎにというような争いが起きます、ね、誰が後を継ぐかで、全国各地でこの争いのことを家督争いって言うんですけれど、家督争いが起きるようになりました。あの応仁の乱ですね、で室町幕府の誰が後継ぎになるか、この争い、この争いも家督争いで、この争いのために京都は焼け野原になってしまいましたよね。ね、大変だったんですね。このために今度江戸時代になると、今度は無用な家督争い、これを避けるために長子相続、これが一般的になっていきました。長子相続というのは、その家に生まれた長男がその家を継ぐというのが、商家とか農家で一般的になっていったんですね。でもこの長子相続はね、こう大名とかね、将軍家では、まあ、こうならないで、やはり家督争いは割とたくさん起きていたんですね。今回は昔の日本の相続の形、この形についてお話ししました。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。